さて、ビッグスリーを相手取ったストライキ、次はどうなるのでしょうか。 UAW のフェン会長は、金曜正午までに交渉がまとまらない場合はストライキ対象を広げると発表しました。現在はステランティスのトレド工場、GM のウェンツビル工場、フォードのミシガン工場の3工場でのミストが行われています。では、サイモン・シェクハッツさんより、次はどの工場が対象になるのか、レポートしてもらいます。UAW 労働者は、ストはこの金曜日にも拡大するだろうと話しています。また、業界の専門家もその可能性が高いと述べています。フォードミシガン工場外のスト現場ではスト中の労働者と支援者は共に団結を示す一日を過ごしました。元従業員のバージニア・ウィリアムさんもストをする工場が金曜日に増えると予想しています。自分たちが作っている車が高すぎて給料では買えないなんてありえない。ストは拡大すると思いますか。絶対そう思います。 UAW のフェイン会長は金曜正午までに交渉に重大な進展がない限りストを拡大させると表明しました。業界専門家のデイビッド・ゾヤ氏は次は中型の SUV の製造工場が対象になるのではと述べています。GM のトラバース・キャデラックを作るランシング工場、フォードのエクスプローラーを作るシカゴ工場、そしてデトロイトエリアではステランティスのグランドチェリックを作るジェファーソン工場ではと思っています。現在は1日あたり3000台分がストで減災状態ですが、全社全面ストになると1日あたり2万2000台の減災になると同社は述べています。今日のミシガン工場スト現場ではジープを作るトレド工場からの応援者やアメリカ労働総同盟産業別組合会議の会長も訪れました。これまでの双方の情報についてどう思われますか。お互いの歩み寄りによって着地点を見つけることは大切ですが、労働者の犠牲に報いる公平な契約が必要です。組合側は賃金の 30% 以上アップ、年金の復活、賃金の階層化の廃止、医療保険の完全改善を要求し、会社側は 20% 以上の賃上げを提案していますが、会社はストライキに対し残念であるとしながらも引き続き誠意を持って交渉に当たると述べています。影響は現場の労働者だけではなく全員になります。次は労働者を復職させてあげてほしい。また組合側交渉チームの方曰く、今現在もまさに真剣に交渉が続いており、両者とも双方に公正な契約を早急に打ち出したい点では一致しているとのことでした。ミシガン工場前からお届けしました。